どうもノリゴトです。 iPhone 13 Pro が届いたので最初の初感だったり紹介をしていきたいと思います。Captain of the ship, passive, passive in a fit of rage, in the age of passive assholes, petty bitch. You a party pooping patty, I pop off the party in a pinch. I'm pop a lop a crack a lackin', Cadillacin', pimpin' shit. Well, not really. まず箱を開けての第一声はカメラでかいなぁでした。やっぱりカメラでかいというのか分厚いというのか、12 Pro からの買い替えでほぼほぼ違いというのはもう大きくカメラぐらいしかないんですが、かなり大きく見比べてみるとかなり大きくなっていて、レンズが出っ張りというのか厚みも増していて、主張がかなり強いカメラになりましたね。カメラの機能が上がったということももちろんありますけれども、カメラ面を下側に置いてしまうと、ケースなしで置いてしまうとかなりガタガタ感が12 Pro と比べてもすごく強くなっていて、これはちょっとケースなしで使うのは厳しいなという感じをまず第一に受けましたかね。昨年から1年使っていた12 Pro はもう僕ずっと裸で1年間使ってたんですけれども、これはちょっと裸では使えないなと、カメラが熱くなっているという話を聞いていたので、この12 Pro 使う前に気に入って使っていた Apple 純正の、レザーケースを購入してみました。それで購入したカラーは12 Pro がミッドナイトブルーを購入してたんですけれども、今回は新色ではなく iPhone 13 Pro のグラファイト 256GB を購入してみました。カラー的には今の僕の趣味にぴったりのカラーで嬉しいんですが、ケースもつけてしまうともうこれがすぐなくなってしまうんですけど、ケースはかなり黒に近いミッドナイトというカラーのケースを購入してみました。昨年12 Pro を買った際は MAX との差が、カメラの差があったんですけれども、迷った挙句 MAX ではなく Pro の方、サイズが小さい方の Pro を購入したんですが、今回は、ほとんど MAX との違いなかったので迷うことなく Pro の、256GB にしてみました。 128GB だとこの後アップデートで追加される、動画のプロレス撮影、4K 撮影がなんかできないということで 256GB からの対応ということで 256GB にしてみたんですが、で12 Pro からの買い替えでもう一個気になったのがボタン類の位置が変わったこと、ちょっと下に下がってます。すべてマナーボタンの切り替えも音量大小も電源ボタンもすべてちょっと真ん中に寄ってるというのか下に落ちてるというのか、スイッチ類に片手操作の際に手が行きやすいというメリットはあるんですが、こんなマウント類でホールドする際に若干下に落ちてるので、ホールドの際の位置が中央だとちょっと止めづらいというのか、音量ボタンの下げるボタンに引っかかってしまうので、若干ホルダーだとかの位置が中心よりはもっと 下目に固定しないといけないというのがちょっと若干気になるかなと。多分それよりもこのスイッチに押しやすい方がいいんだと思うんですが、いうのが一番最初に思ったことですかね。で12 Pro と比べると何グラムほど重くなっているというのを体感でちょっと分かるぐらい、両手でこうやって持ってみると、あ、13 Pro の方が重いなっていうのが分かるぐらい、目をつぶってどっちが13 Pro か置かれても多分比べると分かるぐらいの重みの違いはあるなと。であとはカメラシネマティックモードだったり広角レンズでのマクロ撮影の対応だったり、早速撮影テストに簡単に出かけてみたいなと思います。初日の撮影です。こいつで12 Pro と比べながら試していきたいなと思います。行ってきます。よし、じゃあ行きます。もうわけがわからなくなってる。ちなみに今これはまた後日紹介したいと思いますが、GoPro 10も一緒に届いたので、 iPhone が届いたと思ったら GoPro 10が届いて、ちょっとがっかりというかなとか不思議な気持ちになったんですが、今日一緒に届きました。一緒じゃない、別々に先に GoPro が届いたんですが、よし、はい、今行ってきます。楽しいな、9月は。GoPro はまだ全くほとんど触れてないんですが、またこれは後日紹介できればと思いますが、ちなみにこれフロントカメラもシネマティックモード対応ということで今それで撮ってるんですけど、どうなんだろう、疑似ボケというのか偽物のボケが
顔以外は出てんのかな。今13プロの、フロントカメラのシネマティックモード。おすごい。これが今普通のビデオモードのフロントカメラ。おフロントカメラでもこの疑似ボケシネマティックモードを使えるの結構嬉しいかも。ボケ感がある映像。今同じ12も13も1倍のビデオで手ブレ補正がどんな感じ。これが今 0.5 倍で1倍、 iPhone12 が2倍の iPhone3 倍すごい。こちらは3倍です。はい、ということで今ちょっとあんまり時間がなかったので、あんまりというか全然時間がなかったので急いで駆け足でチャカチャカとちょっとだけ試したんですが、シネマティックモードのこのフロントはかなり自撮りの時の雰囲気がかなり変わって、ちょっとやっぱり嘘くさいボケではありますがいいですね。なかなかいい感じで、思わぬこれは Apple Watch ソロでシネマティックモード使う人は買った方がいいよっていうのが、Apple Watch のカメラ確認モード、紙モードだともともと思ってたんですけれども、シネマティックモード使うソロ撮影の人にとってこの Apple Watch のカメラ確認がまたより、有意義になったというのか、ピントの修正後から修正できるということですけれども、撮影もした時に修正してしまった方が簡単だと思うので、 Apple Watch のをタッチしてピントを操作しながら、録画だったりも使えるのかなと。今もちょっとシネマティックモードを使ってる際に Apple Watch からピント調整をしながら、どこに合わせるのかという調整をしながら撮影してたんですけれども、そんなこともより使えるようになったのかなと。ということで今回はここまで。また明日 iPhone13 Pro のみで撮った1日をねちょっと撮ってみようかと思っておりますので、そちらの動画もまた後日アップする予定ですので、見ていただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。そうだ、そういえば拙者モードを試すの忘れました。マクロモード、それはまた次回ですかね。